2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。普段から、翔平 TV を見ていただいている、視聴者の皆様、本日はご報告がありまして動画を回しております。インスタや X にも投稿しましたが、この度2023年11月24日翔平結婚しました。ありがとうございます。自分で拍手します。コロナ前ぐらいから、まあお付き合いをして、そこから3年4年ぐらい経ったんですが、このタイミングで、結婚をさせていただきました。 X や Instagram、Facebook、LINE などで、連絡をくださった皆様、本当にありがとうございます。もう予想以上の、連絡、そしてコメント、祝福いただきまして、本当に嬉しく思います。僭越ながらっていう感じで僕は出したつもりはいたんですけど、思った以上に、皆さんびっくりされていたと思いますし、たくさん今まで取材をしてきてたくさんの方に、たくさんお世話になりまして、その方々からも、ご連絡たくさんいただいて本当にありがとうございます。まあ、僕自身まだまだ、未熟者でございますけども、より一層心を引き締めて、普段の生活、そして仕事、そして YouTube、野球、頑張っていきたいと思います。もう最近ご報告ばかりで本当申し訳ないんですけど、これが多分最後の報告になると思います。今年はもう12月ではありますが、また来年も、翔平 TV、 そして翔平ズ活動とかやっていきますし、また交流する機会があると思いますが、その際はね、先輩方の皆様、そしてこれから、結婚しようとしている方々のなんか情報交換やらいろいろも含めて、交流していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。嫁は出さねえのかとかいうコメントはあると思うんですけど、 YouTube は不特定多数の人が、見ますし、やっぱり先輩 YouTuber である方々もあのモザイクとかにしてるのは多分分かってると思うので、まあ、載せはしませんが、まあ、もしどっかで応援する機会がありましたら、気軽に声かけてもらって全然構いませんので、今後ともよろしくお願いします。まあ、あれかな、イルマのドンキかな。そうだな、イルマのドンキかイオンかイルユかな、まあ、その辺はうろついてるんでばったり会うこともあるのでね。コロナ前です、2019年の冬前ぐらいかな、ぐらいにたまたま、まあ、知り合った経緯は Tinder とかじゃないですよ。それ俺で、両平か、それ俺で、それ両平か、そういうなんかネット関係じゃなくて、まあ、マッチングアプリじゃないけど、そうじゃなくて、僕は Uber ワールドが好きなんですよ。そのライブに行った時にたまたまその知り合いの男の、まあ、友達がいてが、まあ、紹介をしてくれて、まあ、それぞれまあ1人できてたんで、1人でライブ観戦するより、まあ、みんなで見た方が楽しいでしょうってことで、初めましてをしながら、まあ、集まってライブ観戦したっていう感じで、そこで知り合って、そっからですね、そっから、まあ、もうすでに YouTube を始めてはいたんですけど、まあその YouTube をやってる人が珍しかったのがすごい興味を持っていただいて、そこから、まあ、時間が本当になかなか時間が空かない時期は多かったんですけど、なかなか時間ない中で時間を見つけて、まあどっか行ったりとか買い物したり、まあ一番したことは飯に行くでした。一番してます。ご飯に幸せ太りか、じゃあそれはご飯に行く。最近太ったな翔平と思ってる方、正直に言います、飯です。そこのタイミングからだもんね、どんどん。そうなんですよ、2019年の途中まではまだ痩せてたんですけど、そこからこう太り出したんですよ実は。ただ暴飲暴食してたわけじゃなくて、ちょっと幸せ太りだったっていうことで、まあまあ良平とか、まあ、ヒロトとか、あと大井くんかは、あとモンタナさんは会ったことあるし、去年の忘年会は良平とヒロトと自分と嫁で4人で居酒屋に行って潰れちゃったよ、ね、そう忘年会で行きましたし、実はそういうところでは一緒に参加は、しておりました。なので撮影の時は基本的にいないので、まあ会う機会はないと思いますが、
もし会う機会ありましたら温かく見守っていただければと思います。はい、スポンタイム。ないし別にお前人に興味ないじゃん。よく分かって人に興味ない人間が質問タイムって何を質問するんだよ。いや、やっぱね、こういうのはよくあるじゃんね。まあ実際僕はね、お会いしたことあるんであれなんですけど、まあ、ね、すごい散々な言われようじゃない、良平、ね、良平に関しては当たりが強いかな。そうね、あの逆に言うと僕そこしか知らない。うん、まあ実際翔平さんから見てどんな方なのかなっていう。そう、仕事はまああの医療関係の仕事をしてるので、まあ夜勤だったり日勤だったりなので、まあ多少毎日家に一緒にいるわけじゃなくて、まあ、いない時もあるんで、その時間に僕はあの編集とかしてますけど、まあ、仕事も真面目に頑張ってるっていうのは聞きますし、あとはネトフリを結構見るんで、銀魂とかハイキューとかナルトとか、あとはなんだかな、スケットダンスとか、そうアニメ関係は結構好きで。ジャンプ制覇してる。うん、ジャンプ好きだね。ジャンショはよく行くし、だどっかのジャンショにいればいるかもしれない。俺は、僕は全くアニメ分かんなかったですけど、アニメ多少は詳しくなってますね。そうね、よくあの車の中でハンターハンターが、そうハンターハンター、そうハンターハンターはよく見てますね。まあ、それ関係で今転生関係は全部今もう制覇してます転生関係は全部もう今、うん、制覇しちゃったりとか、だ僕やっぱ車移動が多いんで、やっぱ何、まあ、見ちゃ危ないですけど、流しながらこうストーリーをイメージしながらっていうのを結構運転でネットフリをまあ車につないで見ながらとか、よくゴンの声が聞こえる。そう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 、だからハンターハンターよく見ます。今はあのスライムのやつだ転生関係はあれですけど、スイッチ2人とも1個ずつ持ってるんで、ポケモンやったりとか桃鉄100年やってみたりとか、あの電話しながらたまに音が聞こえる。そうそうそう、なので、まあ、そういう風に家にいる時は過ごしながら、まあ、編集ももちろんやってっていうことで、まあ、僕は普通のサラリーマンではあるので、サラリーマンであり YouTuber でもありで野球人でもあり、あとはプライベートも大切にしてっていう感じでやっていたので、ここの何年か 2,3 年 ?3 年4年ぐらいかやってたので、まあ、それは太るよねとまあそれはしょうがないと思うので、徐々に、減量していこうかなということで、ちょっと今安い薬飲んでっからさ、まあ話はそれましたが、結婚しましたという話を、させていただきました。先日の女子野球のスタジアム DJ の時もね、あの女子選手からもうたくさんの方から結婚おめでとうございますと、あの初めましての方にも言われたし、とても嬉しかったです。また会う機会があったらぜひとも、お祝い待ってますのでやめつ、お祝い待ってます。そして翔平ズにもよかったら遊びに来てください。新規メンバーも大募集中というか、どなたでも参加 OK なのでよかったら来てください。というわけで、今後ともよろしくお願いします。あ、店忘れてた。はい、ダイヤダイヤダイヤ、普通の普通の、もういいっすか以上です、ありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。